皆さんこんにちは。大阪生まれフィンランド育ち、クリスマスになるとテンションが上がりまくるアヤクールでーす。わー、今日は北欧の雑貨ブランドフライングタイガーの購入品紹介をしたいと思います。たくさん買ってきたので一緒に見ていければと思います。じゃーん、メリークリスマス。かわいい、かわいい袋の主はこちら。このマークだけでお分かりになる方、かなり北欧好きですね。そうです、フライングタイガーがもうめちゃめちゃクリスマスになってたので、いろいろ買ってきました。購入品紹介したいと思います。では早速見ていきましょう。ゴー、早く振る。今後はこれを元にいろいろ作っていこうと思うんですけども、今日何か作ることはないので、ゆっくりとまったりとご覧ください。はい、私の相棒はカプチーノですね。デカフェのカプチーノと、このお友達にいただいた可愛すぎるコップに、これ常温の水、もうね、常温の水最近めちゃめちゃ飲んでます。よし、はい、じゃあ早速見ていきましょう。まずじゃーん、もうね、めちゃめちゃ可愛かったです。じゃ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 ーん、紙皿。クリスマスとは言っていないパーティー皿なので、まあ、クリスマス終わっても使えるかなという感じで、これも買いました。このね、私ね、この分かりますかね、この白大好き人間なので、こうキラキラってされるとね、もうはぁ買っちゃうって感じなんですけど、これが It wouldn't be a party without you って書いてある、なんかこの柄の紙皿が、これが8枚セットで200円、200円です。そしてじゃ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 ーん、バーン、はい、同じ柄のコップ、同じくキラキラです。そんな大きくないです、こんな感じ。お揃いでパーティー。カップも8個入りで200円です。なんとこちら2色展開になっておりまして、ザザ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 ザ、はい、私の大好きなエメラルドグリーン、ミントグリーンっていうのかな、のコップとお皿もあります。デザインは一緒です。こちらも8個入りで200円ずつ。かわいい。じゃん、ストロー、ストロー、ストロー。開けないとわかんないですね。開けます。あー、そっか、どうしよう、使う、あ、まあ自分で全部使います。ごめんなさい、口んとこ、口んとこってか飲み物のとこ触ります。ストローにこの飾りがついたもの。ストローは同じ赤のしましまのやつですね。で、柄が雪だるま、雪だるまが2人、この何とも言えないサンタさんが2人、そしてこれは何だろう、プレゼントかな、が2つ、とツリー。4種類が2個ずつで8本で200円です。早く振る。はい、じゃあ次行きまーす。チラ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 キラーン。今度はペーパー類です。フライングタイガーといえばペーパーめちゃめちゃありますよね。もうね、ペーパー私大好きすぎて、ありすぎてどうしようなんですけど、また買ってしまいました。はい、何ですかね、このあるのに買ってしまうやつ、皆さん何かありますか。あるのに買ってしまうもの、あるある、ペーパー。これでもちょっと不思議なね、何角形、八角形のペーパーが、これすごい不思議なんですよ。すごい不思議で、よいしょ、ほら見えますか、真ん中穴開いちゃってん。で、4個このうずうずがあって、1箇所だけこの赤のキラキラがついてます。多分お値段の関係なんでしょうか、どうなんでしょうかね。はい、
フライングタイガーさんにちょっと聞きたいですけど、はい、っていうめちゃくちゃ可愛いあのチャーリーとチョコレート工場みたいな、あのなんて言うんですか、キャンディーケーン、あの杖みたいな、この赤と白の杖みたいなやつにちょっと似てるような感じのペーパーです。こちらが10枚入って150円です。こちらは何か DIY で今度使いたいと思います。ほい、続きましてペーパーもちょっとあります。次はじゃん、またもうねキラキラ、こちらは10枚入って150円です。このね星の、これ多分近いっていうか同じ柄かな、同じ柄ですね。この玉ねぎみたいなやつとか、これ玉ねぎみたいなやつとか入ってます。ですね、これもまた表はこう、裏はちょっとキラキラないで、これは普通によいしょ、四角じゃないな、なんていうんですか、この周りがこう丸くカットされているようなデザインになっています。でもこれだけで置いておいてもめちゃめちゃ可愛いですよね。はい、こんな感じの金のキラキラがあるペーパーです。フライングタイガーは結構統一感があるというか、あの同じデザインのものがいろいろ種類があるので行ってて楽しい感じになります。いつもペーパーもう一個あります。ペーパーは最後、じゃん、このこれですね、おとぼけサンタさん、あでもちょっと顔違う、かわいいかわいい。おとぼけサンタさんはキラキラとかしてないんですけど、どこから行ってもどこまでも8人サンタいます。1袋に10枚入ってて2個セットで100円です。早く振る。はい、続きましてじゅん、これはクロスかな、クロス多分、んこれなんだ、ちょっとタグが切れちゃってて間違ってたらごめんなさい。クロスです。多分値段はこれかな、250円です。クリスマスの柄が印刷されている片面の、なんて言えばいいの、ランチョンマットとしては大きいのですが、なんか下に敷いたり、これこそプレゼントのラッピングにしたりとかしたら可愛いかなと思って買ってみました。なんかこれも作ろうと思います。続きまして、バーン、はい、こちらリボンです。布のきなりっぽい感じの色の布の片面だけに、このプレゼントの赤色印刷が一色してあるリボンになります。3メートル 1.5センチ×3メートルですね。でこれもいろいろ使えそうだ、もうラッピングとしてはもちろんなんですけど、いろいろ使えそうだなと思って購入しました。こちらは150円です。色はこれだけでした。種類もこれだけでしたね。これもっとあればいいのにと思ったので今度を作ります。続きましてじゃーん、ちょっとクリスマスからは外れますが、ジップロックみたいなフードバッグ、こちらが6個入りで150円です。これがね意外としっかりしてるんですよ、なんか硬いで、よいしょ、じゃあなんと表裏印刷、これなんかちょっとお菓子入れたりとか、それこそこのサンタさんと合わせて何かやっても可愛いかなと思って、普通にあのバレンタインとかにもいけると思ったのでこれ購入しました。そしてこれ全然クリスマス関係ないんですけど、なんだろう、ストラップ、この最後にじゃない、この端っこの方にあの缶がついててストラップです。こういう白と赤の、結構ねしっかりしてます。縫われた感じのストラップが、聞いてください、これね100円なんです。すごくないですか。ストラップ使う予定正直ないんですけど、可愛すぎて買いました。はい、かわいい。はい、続きましてはこちらです。ペン、ボールペン、なんて可愛いんでしょう。さっきのお菓子、あのチャーリーとチョコレート工場のやつのちょっとなんかぽい感じですけども、多分ねこれあのボールペンだと信じてるんですけど、出てきましたね、ボールペン。ちょっと書いてみます。いきます。
ん、出ない。うん、あ、出た出た出た。あ、え、まさかの青。え、青だ。黒だと思ったけど青だ。あ、まあでも全然私青を使うので全然構わないんですけど、はい、青です。青いインクのボールペン、これがいくらだ。250円。250円です。ちょっとすいません、ちょっと書きづらいので、あのビジュアル重視です。はい、ちょっとコーヒー飲みます。はい、そしてそのボールペンの隣にあって、これずっと我慢してたんですけど、ついに買ってしまいました。じゃ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 、キラ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 のスパンコールがびっしり表も裏も詰まった、こちらはノートです。ノート、普通の方眼じゃない、なんていうの、横の形成のノートです。なんですけど、これが、まあ、今キラキラな、いろんな色になってると思うんですけど、これをシューってやると銀色の世界、キラ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 みたいな感じになるやつですね。これサイズは文庫かな、文庫サイズぐらいでした。これは300円です。そしてじゃーん、400円。あの後ろからこれ想像ですよ、サンプルがなかったんで想像なんですけど、こう文字自分で入れて、後ろからあの何ライトが当たって文字浮き出るみたいなことだと思いますので、まあ早速やってみましょう。ほいほいほい、ん、お、いいですね。あ、なんだ、すごいぞ。あ、なんかしっかりしてる、すごく。はい、で陣地を入れてください。はい、わかりました。はい、ネジで開けてください。はい、わかりました。はい、これが、単4が、違う、単4か、ん、単4電池が3本です。はい、単4電池3本入れます。カチャン、よいしょ、カチャンカチャン、あ、ついちゃった、オフオフオフ、ついちゃった。で、蓋戻しのネジを、戻しの、はい、さっきついちゃいましたけど、パチッ、眩しすぎて見えないですよね、ちょっと見えない、ちょっと待って、A とかは多く入れてもらってます、もらってます。はい、ともう一枚あった。これ なんでもう一枚あるんだろう。2枚も同じのがあるのかもしれないです。よし。これね、絶対文字足りなくなるなとか思ってたんですけど、同じものが2枚入ってます。そして、これを、例えば A。これパリッていっていいのかな？よし、パリッといきました。ここに溝があるので、溝に入れてスライドさせるんだと思うんですよね。お、やっぱり。いきます。フル、はい、次はもうクリスマスあんまり関係なくなってしまうんですが、気に入ったものがあったので買いました。こちらがトラベルポーチです。1個200円。このちょっとね、薄い素材で、じゃーん、全然中見えないですね。はい、こういう軽くて丈夫な感じで、いろいろ着替えとか、まあいろいろ旅行とか行くとき、旅行ね、もうそろそろ行きたいな、行きたい。皆さんどこ行きたいですか？私ね、台湾にも行きたすぎます。はい、去年じゃない、もう一昨年か、ハランさんとね行ったんですけど、台湾行きすぎたい、
ということで、もう準備万端です。台湾に行く準備は万端の、ポーチ3つで、これ結構使いやすいと思っていて、これ A4 白い紙、はい、A4 サイズ、これ A4 です。 A4 がギリギリ入らない、え、ギリギリ入らないサイズです。はい、ギリギリクリアファイルが入らないサイズだと思ってください。でもいろいろ入れやすいものがいっぱいあると思うので、これはいい感じに使いたいと思います。そして最後に、こちら最初にお見せしたトートバッグです。こちら500円、全貌が見えますでしょうか。で、裏地がないトートバッグです。結構シンプルな作りになっていて、メリークリスマスっていう感じでこうプリントがされてます。大きさは、結構大きさは A3 ぐらいあるのかな、結構大きいです。エコバッグとしては十分ですし、そのこれだけで持ち歩くにも可愛いかなと思います。クリスマスの愛がハートになってる。はい、で色は生成りですね。でしっかりしてます、生地が。無印の数十円とか数百円って売ってるバッグあると思うんですけど、それよりは生地が分厚いです。はい、以上購入品紹介でした。わわわわわ、総額は4510円です。パーティーでこんな風に使ったらいいよとか、そういうのは今後またご紹介できればと思いますので、お待ちいただければ嬉しいです。早く振る。はい、ということで今日は大阪生まれフィンランド育ちな私アヤクフルがフライングタイガーのクリスマスグッズを中心に購入品紹介してきました。いかがでしたでしょうか。よかったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またクリスマスが近づいてくると、いろんな種類のものが増えてくると思うので、購入品紹介だったりとか、あとこれを使った DIY とかもやっていければと思いますので、ぜひぜひお待ちいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。アヤクフルでした。バイバーイ。